ああもうなんでこんなことしなきゃいけないの。黒髪のままでよかったじゃんか。若、動かないでください。かっこよく仕上げてるとこなんですから、きっと似合うはずです。似合う似合わないじゃなくて、こんなダサい髪色嫌だって言ってんの。何をおっしゃってるんですか。ヤクザは姿で見せてなんぼですからね。あ、もうこんな時間、落としに行きますよ。またおわ、来たか来たか。どうだ、見てるか。若、似合ってると思わねえか。おお、若、似合ってますよ。かっこいいですね。もう、ケンジまで若なんて呼び始めないでよ。今まで通りでいいって。いいえ、ダメですよ。今日から正式に若頭と呼ばさせていただきます。さあ、若、こげきてこげきて。なにこれ、太郎が用意したの。そうですよ、この日のために特注で用意したんですから。もう、なんでこんなの着なきゃいけないんだよ。若、とても似合ってます。お世辞でしょ。僕こんな格好したくないもん。小さい頃から見てきた映画としてはなんか目に浮かぶものがあります。若も立派に成長したんですね。組長も喜びますよ。いやパパはどうせ僕のことなんか気にもかけてないんだから。何を言ってるんですか。組長の宝物は若だけなんですから。はいはい、そのセリフ875564回目。で、ケンジ、今日は何してんだよ。若、初日からお仕事です。車を回してあるんで行きましょう。僕はどこにでもいる普通の人間。ただ周りのみんなと少し違うのは、ヤクザ青龍会の組長のもとに生まれてしまったこと。今日、20歳の誕生日の日、僕は組の若頭に任命された。僕はただ普通の生活がしたいのに。ケンジ、着いたけど、ここどこ？お仕事って何すんの？今日は若頭になって初日。昔からお父様がお世話になっている方々たちへの挨拶回りからです。そんなことして何になるっての？若、極道たるものメンツが命、大事なことです。まずは佐々木組の組長からです。若も小さい頃よく遊んでもらってたんですよ。佐々木組って、あのひげ面こわもての佐々木の親父のこと？若、覚えてるんですね。さあ、若頭になった挨拶一発目です。行きましょう行きましょう。おれ、逃げ足だけは一丁前だな。また二人にしつこく言われんだろうな。
いつら、なんでこんなとこに。こいつの名前は桃林珠緒。若頭と同じ中学校を過ごし、若がひどくいじめられていた因縁の相手である。約5年ぶりの再会とでも言っておこう。こんな金髪姿見られたらボコボコどころの騒ぎじゃないぞ。あいつ見ねえ顔だな。あんな金髪見たことないでやんす。うちの島嵐だったら許せませんね。おい兄ちゃん、そこで何してんの。あ、すいません。何っていうか、ランニングしててちょっと疲れてしまって、すいません。そうか、ここは石竜海の島だ。さっさと出て行け。あ、すいません。出て行きます。ごめんねヤンス。足が勝手に。お前の足がかわいそうだよ。あれ、でもあいつの首元のほくろどこかで見たことがありますね。もしかしてお前アトナイ中のほくろくんじゃねえの。何してんの何してんの。立てよ、おい、ほくろくんじゃ、ほくろくんじゃ。おい、僕らへの復讐に来た。あ、いえ、全然そんなことはなくて、久しぶりですね。久しぶり。おい、お前誰に口聞いてんの。お前とはな、次元が次元だよ。俺は石竜会の若頭だよ。玉尾に喧嘩売っちゃったでやんすね。持ってみるよってとこですかね。あい、でおい、今なここへ殴られたような気がしなくもないよな。何なんだその目は。それにしろ若はいつ頃帰ってくるんだ。若も立派な成人、無駄な心配はいらないかと。若、どうしたんですかその傷。ちょっとこけちゃって。若、少し腕見せてください。だね、ケンジは。そうだよ、5年ぶりに会ったらまたボコボコにされちゃったよ。なんだってまだそんなことしてくるんですか。チャーシュー君、チャーシュー君だね。今からオイラが行ってきますよ。いいってだろう。奴らに何言っても無駄だよ。中学時代から何も変わりはしないんだから。そうですか、ならばこれからは一人で行動するのはやめてください。そうだね、ごめんごめん。そういえばあいつら石竜会ってヤクザになってたんだけど知ってる。石竜会。お、若、今なんと石竜会っておっしゃいましたか。うん、石竜会って言ったよ。ああ、確かにうちと名前は似てるね。若、
似てるも何も、我ら青龍会と奴ら赤龍会はもともと同じ組だったんですよ。そうだったの？なんで別々の組になっちゃったの？まあ話すと長いですが、簡単に言うと仲間割れってやつですわ。そうだったんだ。じゃあまた奴らに会うかもしれないんだね。そうですね、ワカ。そうとなったらもっと強くならなければいけませんね。え？何それ。僕はいいよ、そんな喧嘩とかする場面訪れやしないし。ワカはダメです。さあこれ持って持って。あなたはもっと強くなる必要があるんです。これあれですね、負けた人が一番弱かった人が、うん、罰を。罰って、はい、ケツ罰でいいんじゃないの。そうですね。どのぐらいの強さ。早いか。太郎、何だよ。何がですか。太郎、おかしいじゃん。俺より下だよ。おかしいじゃないですか。何が。今何もしてない。今こ企画だけど。今何もしてないの。役は守り通せよ。若に何か言うのか。いや。いや、おかしいでしょ。オッケー。罰はじゃあ二人から。顔面でいいんじゃない。顔面両端でバーンで、バーンで一回首がくがくやつ。わかりました。はい、じゃあそれでは気配切りスタート。ケンジ、スタート。ケンジそのままにしといて、ガムテープ。ケンジガムテープそのままにしといて。ケンジこっちだと。何？メガネいらないだろ。ケンジお前メガネいらねえだろこれ。まあ本当に巻き込まれてるじゃないでは参ります。3回戦気配切りスタート。かっこよ。ケンジそのまま取っちゃっていいよ。あ、すごい。ずるいな。それはないですよ。じゃあまあ111ですけど、最後ちょっと不正して殴ってたんで。はい、ガチ怖い。こっちマジで耳らへん気をつけて。耳？いやいや。だろってね。でね。あ、お父様、お許しを。死んでねえよ。お父さん死んでねえから。じゃあ行きますよ。321で行きますよ。じゃあ行きます。せーの、3、2、1。
まだ勝てるわけないじゃん。子供だよ、こっちは。はっはっはは、何をおっしゃってるんですか。伸びしろだらけじゃないですか。はい、もしもし。何ですと。今すぐ向かいます。おい、どうしたの、ケンジ。その焦って。若のお父様の容体が。親父が。今すぐ向かいましょう。おう、若、行きましょう。行きますよ。若、若。